どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。本日はちょっとお話をしようと思うんですけれども、皆さん音楽やった方がいいですよとか、やるべきだっていう話をちょっとさせてください。いつもここのガズレレ YouTube チャンネルではほぼ毎日でいろんなジャンルの曲をこう簡単に皆さんに弾いてもらおうっていう、こう、これでやってるんですけれども、音楽はね、やった方がいいんですよ。なぜかと言いますとですね、皆さんの周りにいる2歳児とか3歳児とか幼児を見ていただくと、分かると思うんですけど、大体みんなもうオリジナルソングを大声で自信たっぷりに歌って踊ってどこでも絵描いちゃうっていうのが、まあ、幼児のね、まあ、姿じゃないですか。それでその幼児の歌っつったらもう上手いとか下手とかあれないでしょ、ね、で絵もねもう描きたいように描いて踊りももうオリジナルでもうなんかやってるわけじゃないですか。であれみんなほとんどっていうかもう人間であればね ああいう動きをするというふうに私は読んでるんですけれども、でもなんかみんな今どうです、大人になってやってないですよね。いつやめちゃったのかなと思うわけですよ。そうするとですね、多分ですけど幼稚園とか保育園とか入ったりとか小学生入った時にすごい上手い人が出てきた時にその人が褒められてるのを見て、あれ私は褒められないんだなと思ったりとか、あと例えば小学校ぐらいになると音楽のテストがあるとかね、あとなんかこうコンテストがあるとか、そういうところでわ私はちょっと下手だからもうやめようって、そういう風にやめちゃったと思うんですけど、結局ですね、突き詰めて言っちゃうと本当はやりたいんですよね。なんだけど私下手って、いや私みたいな下手がやっちゃいけないなと思ってやめちゃうわけじゃないですか。でも本当はやりたい、だってもともとやってたんですからね。で私が思うには、だからそうやってやりたいことを抑え込むのがね、大人の一本みたいな風になっちゃってると思うんですけど、音楽はやっぱそうやって考えるとやる方が自然ですよね。だから、やったらいいっていう、まあ大人になった、大人って言ったってまあね、小中学生の方もいると思うんですけど、でもそれはね、でもやっぱりね、なんでね、また音楽ができないのかなっていうと、やっぱり人前でやるとか、なんか評価される、音楽って評価されるもんだと思ってるんですよ、皆さん。違いますよ。例えばですけど、ジョギングを始めましたという方がいらっしゃるとします。A さんがジョギングを始めたとします。その時に、いつジョギング始めたの？あなたいつどこで走るの？見に行くからっていう人います？あれは、走ることでなんか自分が豊かになるとか、まあ、健康のためとかいろいろあるじゃないですか。結局自分のために走るわけですよね。あ、豊かだなと思うために走る。音楽も全くその通りで、人に聞かせるために音楽ってあるんじゃないんですよ。皆さんが自分で楽しむために音楽ってあるんですよ。そのために音楽、まあそういうことですね。で、いざ音楽やろうと思ったら、やっぱ難しいじゃないですかね。嫌になっちゃう。でも本当は歌いたい。なんかカラオケが好きな人はカラオケ行くし、歌が苦手だなっていう人はカラオケすら行かずに、やっぱすごくこう、プロのアーティストを聴いて、CD 聴いて、それに共感する。だからやっぱ音楽ってやっぱ、結構はいろんなところで人と結びついてるなと思うんですけど、一番いいのは、2歳、3歳の時みたいに思いっきり自分で歌うのがいいんですよ。世間の目がなかったらできるわけですから。そこでウクレレの登場でございます。どんなに音楽が苦手な方でも、このウクレレだったらね、いつも言ってるんですけど、できるんですよね。弦も4本しかないし、ちっちゃいでしょ、いつも持っていられる。で、それを使って思いっきり歌おうよと。しかもその歌は誰かの評価を得るためにやるんじゃなくて、自分が楽しくなるためにやるっていうか、まあ自分の原点に戻るようなイメージですよね。だって今まで自分が好きなことを我慢してたわけだから、今度その歌を歌うことで自分が喜ぶ。自分が喜ぶってことが豊かで幸せってことですから。やっぱりそれを目指したいわけじゃないですか、私たちは。だから私が思うには、このウクレレという楽器を使って、あ、ピアノとかギターとか他の楽器できる方もどんどんやったらいいと思うんですけど、音楽を習ってきた方っていうのはコンテストでも耐えられるようにやっちゃうんで、自分のための演奏じゃなくて、なんかこう評価を受けるためのものになっちゃってる方もすごく多いかなと思うんで、そういうこともね、いろいろ思うんですけど、あとは楽譜を見る見ないとか、私のね、このこういういろいろ本出してるんですけど、この音符がないじゃないですか。だからここで何やってもいいよっていうこの自由さもあると思うんですね。もし音符があったらこの通りやりなさいっていう、もう指令ですから、指令の通りに音楽をやるってことでやらされてるっていうふうに私は思ってて、やっぱこの中に例えば8ビートだったり4つ弾きだったり16ビートだったり、どんな弾き方してもいいよということがまたこの音楽の一個の自分のクリエーションですからね。今まではエンターテインメントって言ったらどっかからもらってくるんですよ。誰かのライブを見に行くとか、そのショーを見に行くとか、ただこっちは座ってるだけでそれを見てすごいなあの人はつって、さすが選ばれた人だっていうのがエンターテインメントだったんです。これからはね、自分でやって自分が自分を楽しませるっていう風に絶対にシフトするなって何とか思っていまして、だからその先になんかまた
これから面白いことがいっぱいあるんじゃないかと、こと思ってるんですよね。なのでまずやってみよう。音楽はやった方がいいです。もともとやりたかったから我慢しててやめてたんですからね、どんな人も。だから上手くなくていいって僕がよく言うのはそこなんですよ。とにかくやるっていうことね。自分がやりたいと思ってたことを やるとか、そういう感じのことがいいと思います。いい話ですよね、これね。ちなみにちょ宣伝になって申し訳ないですけど、私は結構いい話をするのが好きでございまして、ブログも毎日書いてるしね、ガズレレ .com で。で、このガズトークチャンネルっていうのがあるんですよ。まさにこんな感じで、いつも毎日毎日、おしゃべり動画、なんか、上げてるんです。もしよかったら、そのガズトークチャンネルも、フォローというか、チャンネル登録お願いします。ガズトークチャンネルの方でも、フォロワーの方が増えてきたら、イベントやろうとなってますんで、お願いいたします。だから、こう、ウクレレでね、でも軽やかに音楽を奏でるっていうこの豊かさを私は伝えたいわけでございまして、やっぱり自分を楽しめる、自分を楽しむため、自分のテンションが上がる、まあそういう時間を増やすというふうにこのウクレレをと捉えてもらうといいかなと思いまして、今日はね、まあ、こんなちょっとお話だったんですけど、まあ日々毎日いろんなレッスン動画ばっかり上げてますんで、たまにはこういう話をしてなんかしたいなと思って、この私ね、この本出してるんですよ。作家ですよ、一応作家。これはですね、いきなりウクレレという、これ楽譜の本じゃなくて、今みたいな話がどうやって音楽と向き合うのが豊かかなとか、まあそういうことを書いてる本が、これ出版されてるんです。去年の8月に出て、もう1年経ちますけど、未だにこの言ってることはまさにこの通りで、主婦の友社から出てる本でございまして、ぜひ皆さんこの本も読んでいただきたいんですけれども、まあ私、白血病になって、ね、骨髄移植させていただいて、こういう残ってるんで、その人生をもう本当に一回死にかけたっていうところもあるし、音楽にものすごい助けられたんですよね。だからそういうことも、この、なんていうか、大切だなと思って、音楽ってやっぱりその、結局ね、やっぱり、助けてくれる、自分を助けてくれる、本当に素晴らしい、存在だと思ってます。それをやっぱり、聞いてるだけじゃそうなれないんですね。やっぱり自分でやって、自分のもう人生のパートナーみたいになってもらうのがいいかなと思って、そういう思いでですね、このガズレレレッスンで始まってるっていうのがあるんです。ね。なあ、だから、まあ皆さんもここまでね、この長い動画、ここまで見てくれた方、本当に、ね、フォローしていただいてくれて、本当はありがたいなと思うんですけど、まだそういう感覚でやるとまた音楽ってちょっと違うでしょ。自分が、こう、豊かになる。でも、豊かな人が増えるから、世の中もいい世の中になると思いますんで、そんな感じでやっていきたいと思います。今後ともガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。これからももう変わらず、バンバン、レッスン動画もアップロードしていきます。最新情報なんかもちょこちょここんな感じで上げていくと思いますんで、ガズレレとか、まあ、音楽を楽しむ人生、こんなのがいいと思いますね。ありがとうございました。さよなら。はい、そういうわけで、まずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら、大体のことはわかると思います。はい、ホームページのリンク、ここにカチャッ貼っときますんで、ホームページ確認してください。さあ、イベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22は、宮城県名取イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次は、その翌週です。山形の天童イオンモール行きます。はいはいはい。このような感じで、9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら、私のライブではないんですよ。すごくいい話と、音楽がさらに楽しくなる、このことをシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで、超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて、本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も大歓迎、とにかくね、ちょっと変わった音楽イベントでございまして、楽しみましょう、待ってます。はい、その後は九州行ったりなんかしますからね、ちょっと10月11月は、で11月11日は東京で、錦糸町でガズレレの日、11月11日、1が4本でガズレレの日に勝手に制定してますね、集まってみます。最新情報としては12月7日に、はい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村楽さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいウクレレでつなぐ音楽の輪、こんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね、通常販売に向けて今製造とか、そのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売皆さんにも手にお届けできる、これウクレレはすごくいいですからね。
あとは最新情報としては本ですね。この本なんかはもう今、今年の夏はこれがもう皆さんのお手に、お手元に届いて届いて届いて、もうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾ける、みんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん、楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガツさん いろいろね、本出してるんで、はい。見てください。いい本も出してるんですよ。主婦の友社からね、この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ。これガズさんのブログ、さっきのホームページに書いてあります。そこで言ってることをね、話してるガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。